具体的な機能の説明に入る前に、機関リポジトリと OA について簡単に説明します。まず、機関リポジトリですが、機関ごとに運用される研究成果を公開するためのインフラのことです。OA はオープンアクセスの略称で、論文が無料公開された状態のことです。OA にはいくつかのタイプがあるんですが、ここでは機関リポジトリで論文が無料公開された状態ということにしたいと思います。日本では多くの機関リポジトリが構築されてきたのですが、その活用は進んでません。図の縦軸は論文公開率を意味する OA 進捗率でして、横に並んだ数字は期間を表しています。図はロングテールになっていて、大半の期間の OA 進捗率は低調であることが見て取れるかと思います。こういった現状を改善するために、Agile Cloud の追加機能として OA 推進機能の開発に着手しました。日本の OA 進捗率が低調なのは、どういった活動が OA の推進に効果的なのかが明確ではないからだと思います。効果的な活動を特定できれば、その活動をサポートする機能を OA 推進機能として位置づけることができるので、まずその特定を行いました。左の図は、OA 進捗率に対する様々な活動の相対的な効果を示したものですが、学雑誌論文提供依頼が特に効果的だということが分かりました。この提供依頼がどういったものかといいますと、図書館が所属研究者に対して機関リポジトリに登録するための論文の提供を依頼することを指します。右の図は成功率という単位によって提供依頼の具体的な効果を表したもので、4割くらいの成功率があることが示されています。ですので、各機関がこれを行うと、日本の OA は大幅に推進されることになります。これまではどういった活動がどの程度効果的なのかさえ不明確だったわけですが、この調査によって提供依頼にフォーカスすることで OA を推進できるということが分かりました。問題はこの提供依頼をどのようにサポートする OA 推進機能を作ればいいのかということになるんですが、この点を明確化するために提供依頼のフローを詳しく調べました。これが提供依頼のフローなんですが、いろいろなタスクがある中で、アーカイビングポリシーの取得の作業負担が特に大きいことが分かりました。アーカイビングポリシーは論文を機関リポジトリに登録する際の注意事項をまとめたものなんですが、ジャーナルごとに設けられていて更新もされるので、図書館員は論文を登録するたびにジャーナルのウェブサイトに行ってアーカイビングポリシーを確認する必要が出てきます。アーカイビングポリシーをまとめたシェルパロメオといったシステムもあるんですが、あまり更新されていないですし、かといってジャーナルのウェブサイトでアーカイビングポリシーの掲載場所を探すのにも当然時間がかかります。ですので、このタスクを省力化する機能を OA 推進機能として開発することにしました。以上のような背景を踏まえて構築した OA 推進機能の概要なんですが、Web of Science に所属研究者の論文が再録されると、論文情報とともにアーカイビングポリシーも図書館員へ通知されるというものになっています。この機能は図のような複雑なフローを履行しているんですが、この機能がなければ人為的に同様のフローを履行することになるので、この機能があることによって大幅な省力化が可能になります。この機能を使うにあたってはまず所属機関をクエリとして登録します。つまり所属機関を検索ワードとして登録することになります。この場合、筑波大学が検索ワードとなります。検索ワードが登録されると、所属研究者による新着論文情報がこういった形で通知されます。一番上の論文を例に見方を説明しますと、半区分という箇所にアーカイビングポリシーが表示されていて、この場合、オーサーとなっているので、この論文については著作最終稿を機関リポジトリに登録できるということになります。ですので、ジャーナルのウェブサイトに行って確認を行う必要がなくなります。また、横に送信するというボタンからは、Agile Cloud にメタデータを流用入力することができます。詳細ボタンからは、こういった形でアーカイビングポリシーや論文情報の詳細を確認することもできます。来年4月から運用を目指していまして、Agile Cloud ユーザーの中から導入いただける期間を募る予定です。より将来的な予定としては、現在は対応できていない日本語の論文についても対応することによって、日本人が書いた論文をすべて OA化していきたいと考えています。